それでは読谷村文化協会第26回きらめく新春大祝賀パーティー、これより開催いたします。第26回の新春きらめく大祝賀会にご参加をいただきました会員の皆さん方、そしてまた村長さんはじめ教育委員の皆さん、議長さんもお忙しい中参加をしていただきまして大変ありがとうございます。私たちもそういう中で行政との お話し合いをして、さらなる文化協会に発展に努めていければなというふうに思います。今日は旧正の2日目ということでありますけれども、沖縄の人は2回総合続くとタチとしというとよく年寄り言われましたけれども、その前に新年2024年元日に能登半島の大地震がありまして、素晴らしい立つ年、天に飛び立つようなそういう勢いな年になるかなと思ったら、総合地早々から大変な災害が起こりまして、能登の皆さん方、それとまたその地域に住まわれた皆さん方には多大な被災を受けて、また亡くなられた方々もいっぱいいらっしゃると思いますので、私たちは一日も早い復旧と、また亡くなられた皆さん方のご迷惑を祈りたいというふうに考えております。そういう状況の中でも人間を強くしていくのは、沖縄も第二次大戦の中で焼け野原からこういうふうな文化的な生活まで引き上げられてきたのは、沖縄の精神の揺れ回るという大きな結びがあるからだというふうに思います。これプラス芸能、当時は隅々を回ってよく芝居があったということを聞いております。その中で県民国民の皆さん方は勇気づけられて前に進むことができるだろうというふうに思います。こういう暗い新しい年でありましたけれども、私たちは前を向いて常に新しい気持ちで進んでいきたいというふうに考えております。本日は1年間の賞をもらった方々のお祝いということでありますので、みんなでお祝いして、そこでこの賞に満足することなく、それを第一歩としてまた大きく羽ばたいていただければ大変ありがたいなというふうに思います。これの度はご推薦をいただいて大変ありがとうございました。このように活躍ができましたことは、ひとえに事務局長が事前に橋渡しをしたからで、そういう意味で事務局長には心から感謝をしております。どういう私は文化協会でよりどころで、文化協会があったからこそ今日の私があります。皆さんどうぞこれから文化協会事務局長をみんなで支え、文化協会みんなで支えて発展させてください。文化協会は父の泉です。おやめだ、おやめだ。